安倍周平は、日本の投資家、実業家、スパークスグループ株式会社創業者、代表取締役社長グループ CEO。日本に帰国し、1989年、スパークス投資顧問として、東京都港区にて、投資顧問業務を開始。1998年には、国内マーケティングを目的として、スパークス証券を設立した。2000年に、 スパークス投資顧問をスパークスアセットマネジメント投資へ称号変更2001年にジャスダック市場に株式上場独立系投資顧問会社としては唯一の上場企業となる2005年8月運用資産規模1兆円を達成2006年8月運用資産規模2兆円を達成2008年6月韓国ロッテと 子会社コスモインベストメントマネージメント CO、リミテッドを共同経営する提携が成立。2008年10月リーマンショックによる経済危機に対応し、希望退職者募集を含む経営改革を断行。2009年11月青森県六ヶ所村における風力発電を目的としたスマートグリッド実証モデル実施計画に参加。トヨタ自動車、日立製作所、 パナソニック電工も参加。2012年6月海外政府系ファンドと資産規模400億円の不動産投資ファンドを設定し運用を開始。2012年6月東京都の官民連携ファンドの運用者に指定される。2014年4月独立系不動産投資顧問、会社ジャパンアセットトラストの全株式を取得し統合。 不動産及びインフラ等の実物資産を投資対象とする運用ビジネスの一層の拡大を表明する。2014年10月東京都の官民連携ファンド2号の運用者に指定される。スパークスグループのミッションステートメントは世界で最も信頼、尊敬されるインベストメントカンパニーである。ヘッジファンドの代表的な運用手法として知られるロングショート戦略を日本に 初めて導入した。マクロはミクロの集積であるという投資哲学のもと、徹底したボトムアップアプローチを実践し、アナリストチームによる年間数千社への訪問、経営陣へのインタビューを実践している。ギター演奏、プロミュージシャンと一緒にコンサートを開催する出前、絵画、ゴルフ、ありがとうございます。